皆さんこんにちは、本田裕樹です。今日はですね、ちょっと前にも、語らせていただいたんですが、こちらの α9 なんですが、ついにね、僕お別れの時が、近づいてきてしまっています。っていうのも α1 を買ったので、α9 を下取りに出して費用をね、工面するという形で α9 とお別れすることになりました。ただ、やっぱ α9 ね、ずっと4年間使ってきて、僕がこの4年間一番使ってきたカメラで、とても信頼が厚いカメラでした。本当に大好きなカメラで、ちょっとね、お別れするのがとっても寂しいぐらい、とっても大好きなカメラでした。なので今日もう一回ちょっとこの α9 の魅力を語らせていただきたいなと思います。ということで、改めてこの α9 の魅力を語っていきたいと思います。この4年間ですね、本当にいろんなシチュエーションでたくさん撮らせてもらいました。いや、本当にね、感謝しています。このカメラ本当に作ってくれたソニーさん、ありがとうっていう感じです。このカメラ、何がやっぱり、一番僕が好きかというと、やっぱり、未だに世界最高峰のオートフォーカスの機能を持っているカメラだなと思います。僕はですね、お仕事としては、介護現場での撮影がとても多く、まあ、その中でもね、職員さんやら、ご利用者さん撮らせていただいたりとかしたり、あとはもう、内観外観撮影やらいろんなものを撮影させていただいたり、その他にもね、いろいろイベントでも撮影させていただいたり、本当にね、この α9 でたくさんの、撮影をさせてもらいました。その中でやっぱりね、ずっとメインで使わせてもらってたカメラで、本当に僕の中で一番信頼が厚いカメラでした。やっぱりね、その中でもさっき言った、オートフォーカスの性能っていうのは本当に、素晴らしく信頼できるものでした。ピントを外すこともほぼなかったですし、オートフォーカスでのストレスっていうのはほとんどなく、過ごすことができました。ぶっちゃけ今2021年ですが、未だに、全く問題ないカメラだと個人的には思っています。写真メインであれば本当にね、α9 だけでも十分じゃないかっていうぐらい、未だに世界最高峰のカメラだと個人的には思っています。特にね、ソニーの中では本当に写真機であればこの α9、 もしくはこの上の α9-2、 要するに α9 シリーズというのは写真機では一番本当に信頼できるカメラかなと個人的には思っております。で、その中でもやはり、画質もとても素晴らしくてですね、基本的には僕ローで撮って、編集しているんですが、そのローで撮影する時にもすごく、楽ですし、もうノイズも乗りにくいですし、約2400万画素なのでデータ の量もね、そこまで逼迫することもないし、本当に扱いやすい、本当にね、いいカメラです。本当におすすめなカメラです。今はね、α1 というね、凄まじいカメラが出てきたので、α1 と α9 どっちにしようかっていう考えている人もいるかと思いますが、やっぱり決定的な差は値段が全然違います。写真だけやる方で、悩んでる方っていうのはやっぱり α9 でも僕は本当に個人的には全く問題ないかなと個人的には思っています。やっぱ α9 はね、本当にね、オートフォーカスに関しては本当にね、すさまじくいいカメラです。 α9-2 は α9 よりさらにいいと聞きますし、僕は α9-2 持ってないんですが、 α9 だけども本当に正直十分なカメラでした。本当にね、お別れするのが寂しいぐらい、いいカメラです。その中でもね、 α9 っていうのは本当に4年前ですかね、そろそろ4年経つんですが、発売から、その時にね、その時から採用された Z バッテリーっていうね、大容量のバッテリーにもなりましたし、ね、ずっと撮れる、千何百枚撮ってやっと切れるぐらい、かなりタフなバッテリーですし、しっかりしたボディの作りですし、未だにね、壊れたことないですし、故障も一回もないですし、そういう堅牢性っていう意味でもね、全く問題ないカメラかなと思っています。もちろんね、手ブレ補正もしっかり効きますし、信頼が厚いカメラでございます。 α9 っていうのはもちろんフルサイズのカメラですので、先ほども言いましたけど、画質はとても素晴らしいです。ノイズ耐性もすごいありますし、フルサイズですので綺麗にね、高画質で本当にね、満足できる、絵を叩き出してくれるカメラです。あとはですね、もちろん 4K 動画も撮れます。 4K のね、30fps まで、撮影することができます。ただ、ピクチャープロファイルというものがないので、
基本的には、カラーグレーディングとかする場合はちょっと、そういったものは難しいので、まあ、取って出しというかソニーが作った色というかね、それでやるしかないのです。基本的にはないのですが、まあその中でもね、4K も30フレーム4年前のカメラですので撮れるし、それで満足できるので、まあ個人的にはやっぱり α9 というのは写真メインであるかなと個人的には思っています。なので写真メインで考えている方は本当に、さっきも言いましたが、本当に α9 めちゃくちゃおすすめだと思っています。未だにね、世界最高のカメラだと個人的には思っています。その α9-2 っていうのももっといいカメラだなと個人的には思っていますが、 α9 は今だいたい中古で25万ぐらいなのかな、買えるし、本当にねお手頃かなと思っています。お手頃ってもまだ高いですけどね。ただ写真でね、いろんなものを撮りたい方、風景とかももちろんいけますし、人物ももちろんいけます。瞳オートフォーカスもいけます。で、もちろん動物のね瞳オートフォーカスもついています。でかつ、リアルタイムトラッキングという機能もね、後のバージョンアップでついたんですが、それももちろんできます。なので本当オートフォーカスに関して言えば本当に未だにね問題ないカメラです。マジで本当におすすめでございます。もう僕は α9 の愛が止まりません。本当にめちゃくちゃ大好きなカメラです。なので本当にね、何回も言うけどめちゃくちゃおすすめです。ファインダーに関して言えば、このカメラ、ブラックアウトフリーという機能がついています。ファインダーを除いてシャッターを押しても、一回ね、シャッターを押すと黒くなることがあるんです。暗くなることが普通なんですが、これはブラックアウトフリーというのが、ついていますので、一瞬暗くなったりもシャッターが降りるたびに暗くなったりすることもありません。ずっと普通の一眼レフ OVF と一緒にように撮ることができます。あと個人的にはね、このカメラの好きなところはやっぱシャッター音も個人的には気に入っています。こんな音です。こんな音です。個人的にはこのメカっぽい感じの音がとても好きです。カシャ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 ってなんか撮ってる感じっていうのもあって、僕個人的にはとても好きな音です。もう一個は、電子シャッターというのもあります。電子シャッターだと、20コマまで撮れます。電子シャッターだとこんな感じです。ほんとこんな感じで、撮影することができるので、スポーツだったり動物写真だったり鳥撮影だったり電車の写真だったりいろんな写真が撮れます。ポートレートもできるし風景も撮れるし、本当にオールラウンドに、このカメラ撮影することができます。あ、本当にねお別れがとても寂しいカメラなんですが、愛が止まりません。本当にいいカメラだと思っています。なのでね、買われてる方っていう、今は2021年ですが、これを買いたいっていう方、これを選んでも間違いないと個人的には思っています。絶対満足できるとは思っています。ただ、やっぱりねトリミングっていうのがね、トリミング前提で考えているという方であればちょっと2400万画素なので、そこら辺をちょっと考えていかなきゃいけないかなと思いますが、基本的にはね、2400万画素でも十分な画素数ですので全く問題ないと思っています。はい、ちょっと語りすぎるとね止まらなくなってしまうんですが、本当にね未だに最高なカメラだと思っていますので、最後にねちょっと語らせてもらいましたが、この α9 というカメラ、α9 シリーズ僕本当に大好きで、発売からね α9 はずっと使ってきましたが、今回 α1 が出たのでね、ちょっとそこの座を譲っていただいて、このカメラは、違う方のね手元に渡ることになっていますが、その方にね大切にしてもらってね使ってもらえればいいかなと思っています。今まで α9 ありがとうっていう感じで、本当にね一番大好きなカメラでした。はい、そんな感じで今日はね、最後に α9 とのお別れの前にちょっと α9 の素晴らしさを改めてね語らせていただいて伝えたいなと思っています。いますというか伝えたかったんです。本当にねありがとう α9 チュッチュッチュッって感じで、ありがとうございましたという感じです。本当ねこの4年間こいつがあったおかげで本当にねいろんな撮影がうまくいったし、ありがたかったですね。本当にありがとうございましたっていう感じです。ただ1個ごめんなさい、1個忘れました。このカメラは、フリッカーレス撮影っていうのができません。今はフリッカーレス撮影ができるカメラっていうのが、ソニーにはいくつかありますが、このカメラは残念ながらフリッカーレスができないので、そこだけが注意です。フリッカーレス撮影したいのであれば α9-2 を買ってください。 α9 はフリッカーレスができません。それだけがちょっと残念なところですが、
それ以外は本当に完璧なカメラでございます。なのでここで今日はね、本当にお別れの最後の撮影となりました。アルファ9ありがとうという感じです。はい、という感じでね、まとまりのない、ただねひたすらアルファ9のね素晴らしさを語るっていうだけの動画になってしまいましたが、僕のこのアルファ9の愛がね、伝わってね、皆様のねお役に立てればなと思って撮らせていただきました。一気に語ったんでね、喉がガラガラになってきましたが、今日はこんな辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。アルファ9ありがとう。本当にありがとう。いいカメラだった。本当にいいカメラです。ありがとう。今までありがとう。といった感じで、今日の動画を終わりたいと思います。この動画がね、皆様の役に立てたなら非常に嬉しいです。もしよければね、高評価していただいたり、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではね、次の動画でお会いできればと思います。ご視聴ありがとうございます。それではまた。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。アルファ9さよなら。ありがとう今まで。うわ。